今日の上野動物園。そこすごい態度が。こんな泣きながら食べてない。すごいかっこいいじゃん。横っちょ向いて。あ、裏返ってるみたいな。大根とかいっぱいとか。なんか配列が邪魔になっちゃった。間違えたらよかったね。母親に感謝だって本当。でもこうやってなんか見てるのは初めてのような気がする。私もあんまり見たことない。結構なんかいつもなんかもういなかったっていう。パンダばっかり見てたから。大根食べてる。あ、とってるんだ。こうやって。本当だ。そこにも落ちてるもん、綺麗に。硬いよ。嫌だね。皮もね、炒めると美味しいよ。どうよ。ピーマン違う。左手に今ピーマン食べる。あれ左側おっぱい。赤ちゃんゴリラもいるよ。赤ちゃんゴリラ。あの子もいるよ。赤ちゃんゴリラってる。お尻。お尻が出ちゃう。すごい偉そうだね。
って言ったらいいの、どうなんだろう。でもさ、野生に戻ったら暮らしてくるのかな、この人が。うわ、すごい、赤ちゃんだけ見てる。うわ、すごい、すごい、何あれ、何キンちゃんみたい。一番でかい、そうそう、女の子だった。こっちこっち。こっちだ。あれは誰だろう。ももかかな。どっかの動物園と交換してる。なんだっけ、シャバーヌとかみたいな、イケメンゴリラとか言って、シャバーヌっていうのがすごいかっこいいの。顔あるんだね。あるんだね。寝て、リキはどこどこに。あれはももか。すごいね。見たから、この中見える。あっちもゴリラの模型があるよ。あ、ガキ来た。ほら、ガキ来た。そうだと思う。あれがリキだ。ちょっとお腹にね、そう、お腹とか背中にくっついてたよ。猿じゃないから、ゴリラ。幅が向くのよって教えるのかしら。そうじゃないかね。枝も好きなあれなんだね、うん、あれまた口の中にトマトが入ってない。上上あっちの上上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 上スーちゃんのこと見てるよ、ゴリラ。あ、様子見ていなくなった。あ、すごいジロジロ見てる。めっちゃ見てるよ。こんにちはって言ってるよ。めっちゃ近い、めっちゃ近い。やった。見てるわ。もしまで来るよ。やばいよ。